アイスにですね。あ、黒大工房だ。あ、シマノだ。すげえ。おお、本当だ。ちょっと違うんですけど、いきますよ。はい。ゲット。はい、皆さんこんにちは。目指せ水上寺チャンネルです。今年一発目の撮影はですね、こちらパシフィコ横浜で開催しているうつりフェスティバルの方に来てみました。早速行ってみたいと思います。はい、すいません。着地当たりましたらインフォメーションにお持ちください。はい、ありがとうございます。くじが入り口でもらったんですけど外れでした。あ、黒大工房だ。シマノだ。すげえ、でけえ。すごいな。すごいな。1つください。1つで200円ですか。はい、はい、すいません。おお、本当だ。で、あーで黒鯛って出るんだ。あ、あー、なるほど。あ、ありがとうございます。使ってみます。はい、え、あ、キビレ、はいはい、キビレって判断してくれるんだ。ありがとうございます。ちょっと使ってみます。はい、ありがとうございます。その場でこの選んでいただいた文字を刺繍させていただくよ。すごい。大体1時間ほどお時間いただければ。ああ、そうなんだ。ちなみに、はい、こういう風にもできたりも、まあ、全部が全部じゃなくても。そうちょっと3行ってなると厳しくなっちゃうんですけど。ああ、なるほどなるほど。2行だったらできるんだ。へえ。このそう、目指せ釣り上手で、そしたらこの赤、ブルーというか、かしこまりました。そんな感じでできますかね。あ、できますよ。はい、すみません、こちらの方に行ったほうがお待ちください。はい、行きますかね。では、あと40秒です。よーい、スタート。なんか測ってやったことないから緊張するな。ねえ、案外緊張するんですよ。だから何にも考えない方がいいですよ。そうですね、いつもの通りに。仏の境地が一番いい。いつもの通り。いつもの通り。20、違うか。やめて。やべ。これまでやってきた結びが正しいのかどうか。
げえ汗かいちゃった。こういうところもね、見てると結構ありますよ。片手止まりますね。綺麗に行ってる。頑張れ。4.91 十分、あ、よかった、あ、ありがとうございます。ハピソンはあれだな、糸巻き機で使ってます。マナーを変えたら、あ、これですかね。そう、はい、普段は手で組まれてる、あ、これをやってるんです。はい、で、ただノット、あの、なんだっけ、FG ノットが、は組めないので、なんかまた専用のやつで使ってるんですけど、これ、それこそ FG ノットではないんですけど、はい、ミッドノットっていうですね、はい、またちょっと、違う結び方にはなるんですけど、 FG と遜色ないぐらいの、うーん、そして速いです。へえ、はい、そう、なかなか FG ノットはその場でやろうと思ってもうまくいかなくて、そうなんです。そうなんです。これナインフィスターの、はい、こういう本体とクリップのセットで、はい、このクリップを最初にまず使ってもらうんです。で、クリップで何やるかっていうと、さっきのはい、こういうね、リーダーをこうぶら下げて使いたいんですけど、うん、クリップでこう止めればこうぶら下げて使えるじゃないですか。で、はいはい、これ絶対にこの地面を切って使ってもらうっていうのがお約束なんで、はい、でそこでまずラインをセットします。オレンジ色の間に板入ってますね、パーツ、はいはい、その左側にリーダーを上から押し込みます、はい、上から見て、はい、で同じく下も同じように、はい、下はね、部屋1個しかないので、はい、何も考えているところがあったんですけど、はい、じゃあ今度右側にこのオレンジ色の仕切りの右側にこの P を入れます。で、P を端がね、上に来るんですけど、はい、20センチくらいのところで結び終わったら糸端を上から押し込んでつける。これ押し込むだけ。これでセット完了なんです。ちょっと行きますよ。はい、あとはここでぐるぐる巻くだけなんです。これね、引っ張ると取れちゃうんで、はい、軽く貼るだけにしてもらって、こんな感じでぐるぐるぐるっと巻きます。で、巻き戻していきます、上に。こんな感じ。一番上まで巻いたら、これ今ラインのこれよじれが下でこうぐるぐる取れているんで、なんでこう空中に置いて使いたいんですね。で、これができたら、ちょっとオフィシャルのやり方だとちょっと違うんですけど、はい、おすすめしてるのが、こうつまんでもらって、はい、もう抜いちゃいます、糸口と。はい、で、そうするとラインがこう上からね、3つ出るんですよ、こうやって、はいはいはい、本線とリーダーを、端の端を持ってもらって、はい、このこっちのリーダーの端とここでハーフウッチを1回かけます、はいはい、では巻きつけたのを仮止めしてもらった後に、はい、ここ引っ張ります。引っ張るとね、こう色が変わるんで、いきますよ、はい、ギュッと、ちょっと色が濃くなってるのが分かりますか、はい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 、で、今色が全部変わった状態、はい、で締め込みが完了しました、はい、はい、で締め込みが完了したら次やってもらうのはハーフヒッチをリーダーと P にまとめてかけてもらいますけど、僕はね2回やるだけです。もっとね5回ぐらいやる人、10回ぐらいやる人、いろんな方いらっしゃいますけど、僕は2回だけで、リーダーのこの余分な部分をこれカットします、はい、また今度 P だけにアシートでハーフピッチを1回、はい、2回かけてもらったら、ここで最後エンドノットって言われる、はい、ま、2回巻き、1回2回、そうです、はい、2回巻きのやつをかけてもらって、ギュッ、あとは余分なリーダーを、リーダーじゃない、はい、P のアシートをカットすると、これで完成です。ちょっとじゃあ映りますかね、はい、これすごいね、スマートね、本当だ、はい、綺麗じゃないですか、はいはいはい、すげえ。これ今お話しながらやって、このスピードなんで、はい、何も喋らずに黙々とやればもう1分ちょっとぐらいで、そうですね、いけちゃいます。へえー、そうです、はい、そう、現場でやろうとすると、はい、風とかなんとかで、これ風ビュンビュン吹いても効きますんで、そうですね、はい、これメーカーの人だからそれできるんじゃんって言われるんですけど、はいはいはい、違うんです、これこれさえ掴んでもらえれば、僕がやってもお客さんがやられても、はい、遜色ない強度が出せる、
っていうのが、ノットの、ね、強度が揃うっていうのはすごいメリットだと思います。はい、ありがとうございます。僕も実はこのハプソンに関わる前まではノットを機械に頼るとはっていう、やっぱ釣り人ならやっぱ手で結べなきゃっていう感じをしてたんですけど、手はもちろん組めるんですけど、圧倒的に速いん で、 そうです、ね、もうこればっかりです。そうですね、はい、そう、楽しての方がもうあんまりそう苦労して、結局下手くそなんで、いやいやいや、すっぽ抜けちゃうと1600円のルアーがスポーンといっちゃうので、はい、これでいくらぐらいするんですか？ちょっと物によってお値段が変わってくるんですけど、うん、これが一番安いやつで、うん、おそらく実売で7000円前後ぐらいになっています。で、これ電池式、はい、で去年出たのがこれが充電式なんですけど、これだと1万円ちょっと切るぐらい、9000円台かなという感じですね。はい、ありがとうございました。はい、どうもすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、全手作り。へえ、すごい。エブリーバンカー、すごいな、すごいな。ウッド調、はい、というわけで、釣りフェスティバル出てきました。到着がですね15時過ぎだったんですけども、で平常が6時18時まで、正味2時間半ぐらいだったんですが、もうちょっと早く着いとけばよかったなと思います。見どころ満載でした。3、4時間はやっぱり余裕見るとかけた方がいいのかなと思い、また次回ですね、もうちょっと時間に余裕を見ていきたいと思います。とっても楽しかったでした。はい、というわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。